ボン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 。今年2020年の F1 は今のところ第13戦までの開催が決定しています。しかし一旦は落ち着いたかに見えた新型コロナウイルスが再び猛威を振るっているため、今後の開催計画は流動的になるかもしれませんね。そしてペレスのコロナウイルス感染によるニコ・ヒュルゲンベルクの電撃復帰など、今後は各チームのシートにも影響する可能性がありそうです。今回は今年仮に第13戦まで行われるとして新たに更新されそうな F1 の歴代記録をいくつかご紹介しますね。ルイス・ハミルトン。もうマシントラブルがなければ全てのレースで優勝してしまいそうな勢いのハミルトンは、ハンガリーグランプリ終了時点で通算86勝を挙げました。今シーズンの残りは10戦あるとして、もしハミルトンがあと6勝を挙げることができれば、なんとあのシューマッハの F1 最多優勝回数の91勝を超え、堂々の歴代1位に輝くことができます。そして表彰台の獲得回数でも、現在ハミルトンは計153回で、シューマッハの155回に次ぐ歴代2位となっており、今後あっという間にその記録も更新されると思われます。ハミルトンが今のメルセデスのマシンに乗り続ければ、この記録更新は時間の問題ですが、それが2020年に見られるかもしれないのです。キミ・ライコネン。今年で F1 参戦18年目を迎えたライコネンは、ハンガリーグランプリ終了時点で通算出走回数は316戦になりました。この記録はルーベンス・バリチェロの通算323戦に次ぐ歴代2位の記録となっており、今シーズンこのまま参戦し続ければ第11戦のアイフェルグランプリで通算324戦となり、見事に歴代1位の出走回数になるんですよ。ライコネンは来年以降の去就が注目されており、もしかしたら今シーズンで引退するかもしれないので、新型コロナウイルスに感染することなく無事に記録を更新してほしいですね。ニコ・ヒュルケンベルグ。レーシングポイントのペレスの新型コロナウイルス感染により急遽シート合わせ、わずか45分のシミュレーターテストのみでフリー走行への出走に間に合わせたヒュルケンベルグは、これまでで最速のマシンを手にしました。今のところペレスが回復するまでわずか2戦のみのスポット参戦の予定となっていますが、その2戦で彼が越えなければならない壁をついに越えるかもしれないのです。誰もが認める速さを持っているヒュルケンベルグは、これまであまりにもマシンに恵まれずに不名誉な表彰台未登壇記録は182戦にもなり、歴代ワースト記録となっています。しかし今年のピンクメルセデスは王者メルセデスに匹敵する速さがあるため、表彰台どころか優勝すら狙えるマシンなのです。初めてマシンに乗るヒュルケンベルグにとっても2週連続開催となるシルバーストーンは大きなチャンスなのです。ぜひともこの2連戦で表彰台を獲得してほしいですね。今年レッドブルホンダのマックスは史上最年少タイトルを目指していますが、今のところ非常に厳しい状況になってきてしまっています。今後マシンが劇的に改善され、ぜひともその大きな目標に挑戦してほしいですよね。さらにレーシングポイントのペレス、ストロールの初優勝も見られるかもしれません。このように今年の F1 も相変わらずメルセデスが強く、今後も多くのレースで優勝すると思いますが、各ドライバーは様々な記録を更新するかもしれないので、そこに注目してみるのも面白いかもしれませんね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。キリッツレイ、みんな明日も頑張れ。じゃあねー。